黒今日。黒。服変えようかな。黒今日黒いね。黒すぎる。黒い。え、五人。はじめさんも半分黒だから、うん、半分黒。まあでもまあ懺悔するのに黒の服は適正かもしれない。確かに今までやってきた悪いこと、過ちを懺悔する動画。これだけ長く生きてると一度や二度や三度や四度悪いことをしてきたと。そしてさらにそれを明かしていないこと、要するに自分の胸の内に秘めている悪いことあるんじゃないですか。ちょっと皆さんにお願いあるんですけど、言及しないでください本当に。あ、そうなんだで終わってくれると幸いです。いや、ここだけの話にしてほしいですね。コメントにも打たないというわけにはいきませんが、はい、そうですね。人間だしね、人間です、そういうことあるよね、うん、謝ればいいんですよね。まずは謝罪。そうですね、はい、でそしてなぜ隠していってしまったのか。隠してないとダメですか。隠してるわけではないんですけど、ちょっとみんなにやっぱ改めて謝りたいこと。あ、まあまあまあ、後ろめたいというのはね、はいはい、まあまあまあ、その全て任せます。はい、そうですね、その人の力量が耐えられると。じゃあ勝った人から順番をお話しみてみましょう、はい、最初グッチャイプ。1番手、田中将軍。2番手、トゥイ。3番手、又蔵、はい、4番手、はじめくん。5番手、陽平先生。で、6番手、トマト君でいきましょう。はい、では、準備ができたようなので、最初の方に登場していただきましょう。はい、こちらの方です。私、田中は、新年早々、彼女のパンツをカレーに入れて、メンバーに食べさせたことを、懺悔いたします。すいませんでした。あれはそうですね、はじめくんが食ったみたいな報道されてましたよね。いや、そうなんですよね。あれはメディアの悪いとこ、マジで。はじめ社長パン作るみたいな、うん、食ってないの。あれは良くないですね。でもね、おかせんな話でしたね。いや、もうちょっと言い方次第ちょっとまたなんか怒られるかもしれないですけど、あのやったことに関しては正直後悔とかはしてなくて、あれが俺は面白いって思ってたし、うん、嫌がってるのも楽しかった、うん、みんながウェーってやってるっていうのも楽しかったんですけど、まあ、少なからず、うちの社長とメンバーと自分の彼女には間違いなく迷惑かけてるんで、そこに関しては本当に申し訳なかったなって。僕も人様の彼女のパンツ被ったんで、まあそこも、もしかしたら、そういう行為をすることが不快に思う方もいらっしゃったかもしれない。および私からもということで、はい、すいませんでした。その件はちょっとお騒がせしてすいませんでした。どんどんやってください。はい。ちょっと、ビビることはなく、今後もグイグイと攻めていきたいと思います。続いてはこちらの方です。私トゥイは経験人数のことなんですけど、実は普通のよりの方が経験多いということを隠してました。懺悔します。すいませんでした。した人がいるってこと。普通の自体は経験人数が4人なんですけど、したことがある女性は10名超えてます。ってことで、喫水のあっ好きということが判明しました。うわ、マジか。これはなんか懺悔ってもう恥ずかしいですね、もう。そうですね、っていうことをずっと心に留めてました。なるほどですね。これは打ち上げてよかったかもしれないですね。いや、印象変わっておもろいと思いますよ。その相手の方の困惑する姿とかがすごい好きで、どちらかというとそっちの方が興味があるというか、男の子はもちろんないですけど、ちゃんと女性のお尻が好きということが打ち明けられました。なんかよかった。すげえな。やっぱあんま共感してくれる人は少ないですね、こればっかりは。あれなんだね、その最初の質問コーナーの時の経験人数は普通のした人が4人ってだけで、そうです、お尻含めるともっとってことです。でもすっきりしてそうだね。はい、これからも貫きます。よくぞ言ってくれました。ありがとうございます。それでは続いてはこちらまでです。お願いします。私又蔵は何年か前出会い系アプリで出会った女性と付き合っていたのですが、その彼女が盲腸で入院した時、一回も見舞いに行かず振られてしまいました。すいませんでした。なんで行かなかったんでしょうね。シンガペルの方が必要だった。なんか足し、ね、足した方がいいのかなって。出会いの流れは分かりやすくなりますか。ちょっと話が弱いと思ったので。なんで行かなかったんですか。そうですね、付き合ってたんですけども、ちょっとあんまり興味がなくなっていったというか、気持ちがなかったので、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きましてこちらの方です。お願いします。私はじめ社長は皆さんも分かると思いますけど、YouTuber、思っている出会いがないわけですね。で、マッチングアプリをしたいなと思いまして、登録して進んでたところ、顔写真どうしよう
って思いまして、アプリにも表示されるんですよ、顔は分かりやすい方がいいとか、ちゃんと顔が映ってる方がマッチングする確率は上がるよって書いてあったんですけど、まあ、私思ってる顔が割れておりまして、こう変なフィルターかけられずマッチングアプリしたいなと、はじめ社長で出会いたくないなっていう気持ちがあったので、またゾウの顔の写真を使っておりましたただそのやっぱマタゾウにも著作権があります、肖像権がありますので、後ろ姿とかこうトリミングして首のここだけとか色が付け方してますあのジャケシャみたいなやつあったじゃないですか、写真を、はい、桜の前で、そうです、あれを使わせていただきますマタゾウ本当にすいませんでした。どうして後ろ姿なんですか。やっぱ嘘つきたくないなみたいな思いがどこかあったんで、顔が違ってたら良くないなと思ってわかりました松戸の顔が変とかそういうわけじゃないって以上です。よろしいですか。はい、ありがとうございます。続いての懺悔の方はこちらです。私は先生、大学生の時に飲み会の帰りで酔ったまま気づかずに女性専用車両満員のに乗ってしまい、一人だけいい思いをしてすいませんでした。やりそうですね。やりそうですね。よく乗れたっすね。やたら目線はあったんですよ。おかしいなと。おかしいなと思って。周り見渡す限り女性しかおらん。気づいてからは？気づいてから、その次の日はさすがにおりましたよ。気づいたんだ。迷いましたけど。いや、気まずいんですか。まあ、気まずいですけど、嬉しさの方が勝ってましたね。それは反省してください。はい、そうでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、最後の方は、こちらの方です。よろしくお願いします。私、ともたくんは皆さんに隠していたことがあることを懺悔したいと思います。実は私、ともたくん彼女できました。俺は見ちゃいました。たまたまあったっす。マジで？マジで？え？朝普通にこう出てくるゆえにこうやって手伝って出てきたらトイいたって。あっつ。やべ見ちゃったって思いました。でその前になんか仕事の関係でこっち来てた時があって、その時に一緒に歩いてたらまたそれに出くわしたんですよ。ああ、あの人？本当に隠してたわけでもないんですけど、言い出すタイミングがなくて。いや、あ、驚きですね。驚きですね。めでたいですね。めでたいですね。最近そういうの多いね、誰々が付き合ったとかね。ね、本当に。確かにね。あとこっそりみんなにこれも言ってなかったんですけど、ヒゲ脱毛してます。あ、本当だ。確かに、なくなってるわ、いつの間に。実は半年くらい結構してるわ。もう終盤じゃん、それ。そっちよりその前の話に気になる、うん、順番逆だったまじゃん。以上となります。おめでとうございます。おめでとうございます。悪懺悔なかなかない。確かに。